ちチ,チャンネルのミです。今回は絶対合格オツヨン危険物取扱者のおすすす。め勉強法についいいいてて解説していきたいと思いますこのチャンネルで投稿している「猿でもわかる耳で覚える一夜漬け」という3つのシリーズを中心に勉強していく方法になりますのでその点はご理解いただければと思いますそしてですねまずは試験の概要から解説してその後それぞれの特徴だったり使用方法について解説していきたいと思いますではやっていきます ではまず試験の概要について。オツヨンムツ取り扱いはマークシートの5択問題となっています。5択ですので何もわからず適当にマークしたとしても5問中1問、20%は正解することができますのでわからない問題も全てマークするようにしてください。で、試験時間に関しましては合計2時間ありますので余裕があります。見直しは3回するようにしてケアレスミストをないようにしてください。 試験の科科目目は合計3 3あって、てて1、と分けさせいいただいてます。まず1が危険物に関する法令2つ目が基礎的な物理学及び基礎的な科学最後3つ目危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法となっています法令が15問そして物理科学危険物の性質が10問となっています法令だけですね問題数を置いて注意しておいてください そして各科目60%以上正解することによって合格となります。それぞれの合格に必要な問題数右側カッコに書いています。法令に関しては15問ありますので9問正解すると60%以上。物理科学、危険物の性質に関しては10問中6問正解することで60%以上となって合格となります。 これらすべて60%以上になりますので、下に書いている ①、まるいに、法令と物理科学が100点満点だったとしても、ま3の危険物の性質が50%で60%を下回ってしまった場合は、不合格となります。逆に、100点とか取れなくても、まるい2ま3、すべて60%ぴったりだった場合は60、60%以上となりますので、合格となります。 このことから何が言えるかというと、上のですね、不合格の方が正解した問題数自体は多いんですけれども、バランスよく問題を解けるようにすることが合格の一番の近道となりますので、こういった点注意してください。得意なところを伸ばすよりも苦手なところを克服していくというような勉強方法をしていくのが良いかと思います。ではここからは、猿でもわかる耳で覚える一夜漬けシリーズのそれぞれの特徴と使用方法について解説させていただきたいと思います。 でではまず猿でもわかるシリーズについてこのシリーズは「参考書がなくても受かる」というのをコンセプトに作成しました品質のものからそうでないものまで幅広く解説していますのでこのシリーズを中心に知識をいただければと思いますいわば教科書のようなものだと思っていただければ良いかと思います続いて「耳で覚える」シリーズについてこのシリーズは電車や車での移動中そして家事などの片手間に勉強するような動画です 普段は猿でもわかるシリーズで勉強していただいて、隙間時間や移動時間に耳で覚えるよう活用していただくことで、より効率よく勉強することができ、合格することも可能というようなものになっています。いわば暗記用の CD のようなものだと思っていただければと思います。最後に一夜漬けシリーズについて。このシリーズは一夜漬けの方のために品質の分野を絞って解説したものです。 そのため一夜漬け以外にも試験前の復習用に勉強していただくことで知りたい知識を効率よく復習することができると思います試験2日前までは「猿でもわかる耳で覚える」で勉強していただいて前日にこのシリーズで復習していただければと思いますいわばそしてここからは勉強法について解説をしていきます まず勉強期間としましては、1週間だったり、一夜付けで合格される方、中にはいらっしゃいますが、一発で合格したいのであれば、1ヶ月くらい持っておくと良いかと思います。で、1ヶ月前ですね、まず最初にやってほしいのが ①、丸一猿でもわかるというシリーズを一周してみてください。先ほど解説した通り、猿でもわかるというのは、品質のものからそうでないものまで幅広く解説している教科書のようなものです。 実際ですね、学生時代勉強するときは、教科書を中心に勉強すると思うんですが、この猿でもわかるを中心に勉強していただくのが一番良いかと思いますで。移動中だったり忙しい人はですね、耳で覚えるを活用していただくと良いかと思いますので、まずはこの2つを併用していただくと。 そして二つ目に過去問を解いてみてください。猿でもわかる、耳で覚える、これらを一周すると、ある程度ですね、知識がついてきたと思います。ここで過去問を解いてみることで、合格ラインまであとどれくらいなのかというのをですね、しっかりと認識できるので良いかと思います。過去問を解いてみると、合格ラインまでの場所はわかるんですけども、苦手分野というのもわかります。 すでに正解した問題を勉強していっても、その正解できる問題から丸が増えることはありません。間違った問題を解けるようにすることによって合格につながるので、苦手分野をしっかりと認識して、それを勉強していくというのが合格までの近道かと思います。そして3つ目、苦手分野を中心に丸一、猿でもわかるだったり、耳で覚える、これらをもう一周してみてください。 おつよん機物取扱者の受験料が4,600円もするのでもう一回受けるとちょっともったいない気もしますよねなのでもう一周してですね確実に合格できるように苦手分野を中心に勉強してみてくださいそして四つ目もう一度過去問を解いてみる最悪ですね同じものでもいいですしできれば違うものを解いてみてですね自分の実力の確認そしてもう一度苦手分野をしっかりと理解するというのそして最後に一夜漬けで総復習していただくと このような順番で勉強をしていただくことで確実に合格に近づけると思います。ででもわかる、耳で覚える、耳覚え一夜漬け、それぞれのシリーズをうまく活用して勉強を頑張ってください。最後にオツヨン危険物と扱者を勉強していく上で意識してほしい4つのことをまとめさせていただきました。まずずつ目、過去問は必ず解く。先ほどの勉強法でも解説させていただきましたが過去問というのは単なる実力チェック用ではありません。 時間配分もわかりますし、自分の苦手分野を知るということもできます。苦手分野を知ってですね、しっかりと近道をして合格まで勉強をしてみてください。二つ目に自分でまとめノートを作るということです。苦手な箇所もそうですが、品質の箇所をまとめることで自分自身の知識の定着にもつながりますし、試験前にチェックするようにも使えます。なので自分でまとめノートを作るというのですね、やってみてください。 そして3つ目、得意科目より苦手科目を勉強する。これは丸一にちょっとつながってしまうんですけども、得意科目を勉強しても丸が増えることはありません。苦手科目を勉強して間違った問題を解けるようにすることで初めて合格ラインへ近づくことができます。そのためですね、得意な科目よりも苦手な科目を挑戦して克服していくというのが大切かと思います。最後4つ目、見直しは最低3回する。 危険物取扱者の試験に限らずさまざまな試験であと一問で、ね、合格できたのにという声ってよく聞きますよね。こういうのはケアレスミスミををででですすすすすね減減ららら見直しをするここことととによってそれらを減らすことで防ぐことができます問題文を間違えて読んでしまったりマークシートのマークする箇所を間違えてしまったりそういうのを減らすことがですね試験の合格の一番の近道かと思いますので見直しは最低3回するようにしてください。 以上で、絶対合格オチオン危険物取扱い者のおすすめ勉強法終わりたいと思います。再生リストを使うことで、より効率よく勉強することができます。よかったらチャンネル登録をして、再生リストを活用してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。